県内の経済情報が集まり発信する番組経済ナウ今回のオブザーバーは滋賀県産業支援プラザの長谷川雅之さんですすすおお願願いいしししままよろく長谷川さんはプラザで滋賀新事業応援ファンド助成金を担当されていますけれども、はい、このファンドはですね、えー、地域資源を活用した新事業の企画検討や施策開発をですね資金面で応援しようというものなんですよね。はい えー、で今年度も第二回の募集を今されていると、そうです。いうことですけどね。はい。はい、具体的にはどんなことをされているんですか。我々の仕事の中で一番大変なのは申請から採択までの期間が一番大変なんですよ。それはですね、事業者さんから上がってくる申請書は何がやりたいのかがあんまりはっきり書かれてません。なので、えー、どんな開発をやりたいのかということをまず明らかにして、そこから 申請書をどう書いたらいいのかで審査会のプレゼンテーションをどんなことをやったらいいのかというようなことをしっかり指導していくそこが一番大変なんです実は今回もですね、はい、ファンドに採択された企業をですね特集するんですけども、はいはい、まずはですね私甲賀市信楽町を窯元をですね散策してきましたんで、はいはい、そちらからご覧いただきましょう。はい もうちょっと上のようですね。すあ、ありましたね。川金造刀棒、ここですね。 とい,い天気ですまあ、なると素敵。坂道を上がると。こんなに。おしゃれな素敵な建物がありました。お邪魔します。こんにちは。こんにちは。ちはあようこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。 素敵な建物ですね。ええ、こちらはあの陶芸クラブという形で。陶芸を体験していただいて。あ、そうですか。あの、こ上にもギャラリーもありますけども。そうですか。ちょっと、じゃ、どうぞ、一回目やてください。はどうぞ。あ、失礼します。お邪魔いたします。こんにちは。お邪魔します。ああ。これ陶芸体験ができるんですか。え、そうなんですよ。あの、予約制ですけども。あの、こちらで。え、予約いただいて。 もう本格的なねえいえ電動ロックローですねこちらはこちらのお客さんも月に2回ぐらい通っていただいて今は自分一人である程度作れるようになられましてねもうちゃんと焼いて製品にするとこまでいくわけですかあのやはりこの焼き物というのはもう作った後の工程が時間変わりますのでお客さんも作るだけもの作りあとはもう マジの方で薬にかけて焼いて完成したと。はい。じゃ気軽に楽しめますね。そうですね。あのもう好きな方は本当にね熱中してワイワイしながらされますので。陶芸体験は会員が3000円、一般は5000円。小川紀一さん父親の健三さんが直接作り方を教えている。 じゃあどうぞ、はい、2階にやってきました、ね、でこちら、はい、展示ギャラリーということで商品も展示しておりますけども、はい、実はここあの素泊まりもできましてあえ<っ>泊まれるんですかはいえ1日一組だけですけどもえ<っ>陶芸を体験されながら泊まっていただくとでえ,ー、えですからあのこちら見ていただいたらいいと思うんですけど、はい、お風呂もありますので、はい。え 1>, 1日1組限定の宿泊は会員が7000円、一般は1万円、そしてこのゲストハウスの自慢はでこちらは、うしますこういう,うゲストハウスということであー、これはすごいな、ええ、素敵な景色。眺望がね、信楽きのちょうどこの焼き物の街並みをこう見下ろせるということで。 皆さんこう喜ん喜でいいただいておりますなんとまあ,、えー、あここは喫茶みたいな形になってますけど実は陶芸されたお客さんがですね、はい、ここで陶芸した後にコーヒー飲んだりいい形であのまた自分たちでお弁当を持ってきてね、えー、ここで簡単にされたりとかあ、まあ、そういった、あのー、作り手さんと私は使い手がこう交流する場所というかそういう形で本当に焼き物を通じてご利用いただくと。 といねえいえいあ、じゃあここでちょっと簡単な調理をしたりお茶を入れたりできるわけですねあの料理は出せませんのでもう持ち込んでいだいてねはい。もうちょっと私もだんだん動きたくなくなってきましたここでほっこりしていのちょっとお座りくださいええちょっとあの調望がいいですからお座りくださいそうですか素泊まりということで一組だけなんです1日はい2名様以上で こちらでもう自由に持ち込んで料理を作って、ね、一晩ここであのご飯ね宴会されてもいいですし、はい、ギストハウスはですね1993年にオープンいたしまして信楽というねこの風土を感じてもらいたいということで陶芸教室と素泊まりを始めたわけなんですけど、はい、私もですね取材をすっかり忘れてもう本当にあのほっこりしてしまいました。はい あの作るところとくつろぐところが一緒にあるというのがすごくいいですよね,ねあんな隠れ家みたいなところがあったんですねしがらきんね、はい、さてここからはですね小川健三逃亡の強みを探っていきます高架市しがらき町にある小川健三逃亡伝統工芸師の小川健三さん小川紀一さん親子が営む鎌元だ 信楽焼きといえば、大型陶器が中心だが、二人が手掛けるのは和食器。これはやはり自然なんですよね。これ、みんなあ、あの、持ってこ、この感触ですよね。持ってこそ、この感覚がわかるじゃないですか。手作り感を生かした、自然。自然なこの、歪み。このラインね。これを意識して、作ってるんです。一個一個。小川健三さんは、七十七歳。 1960年京都の工芸指導所で学んだ後、父親の菱三刀園三代目小川成鳳さんのもとでしがらきを学ぶ73年には食器作りを始めたそれがとにかく。じゃあ何しようやいことになってきてああ死柄木はまだ食器もそんなしてないしね23年ぐらいやったかなその23年もそんないやいや売れてるものではなかったし。 そういう時に土佐融としのやつが目に留まったで、じゃあこれへ行くなってが <laughs> 一つのきっかけやな。京都の高級料亭の料理人に料理の盛り付けと器の見立てを教わった。ちょっと控えめからな桜中言われてね、やっぱりあの持って美味しい器ですからね、やっぱりあの器勝ち積みと料理どうしても負けますわね。健三さんは1993年に独立。滋賀県の土屋と。 京焼きの柔らかさを融合させた独自の作風を打ち出した。その名も京しがなき焼き。しがなきだけではね、なんかイメージがぱっとしないのかな。でも強しがないになってきた、ちょっと興味を持つわな。上手すぎて作る人はどうしても綺麗すぎて薄く作りすぎるけどな。うん。それ強風な感じになってしょうねは。そこでしがなき風はそうじゃなくて僕の作るのはそこの中にちょっとあの味欲しいねは。 味のある器を作るために工夫したのはオリジナルの土昭和での夕焼きやな、そういう器と生地や問題だ土なんですよこれによって相当色も変わりますから土台の土それによってあのだからねみんな大切なんやけどまず土を探さんといかんしそれに合うもの牡蠣は牡蠣で合うようなもの作りやすくても、作りやすくて、やっぱ収縮の問題もあるし色目もあるしいろいろ蒸気あるんですよ土でもね。 そういうい土地とやっぱり出会いがないとねそれもやっぱり山行って一回山も行きましたわあれである店とこうあの話ができて僕だけの土地も今でも作ってもらってるんですよ、うん、だから結構あったかい土地っていうかな、うん、まあできたらとは僕は思ってるんだけどねさらに調整方法は4パターンを駆使繊細な色を表現するために釉薬も工夫した。 そのかけ方と、そういうの厚みの問題なんです。土の中からじわーっと出たような薬を、そうすると、真似ができないんで、あ、どれが嫌だよ。勉強しかった方は、そこにちょっと熱いと、取ろうと、溜まった熱いところがある、それを見たら、あ、じゃ、これどういう薬かわかるんですよ。ただ、薬、染み込んだ薬、わからないです。だから、そういうところも狙、ね、い、薬かけ方ですわ。下に、その白い化粧をかけて、それをただかけるだけで面白いないで。 自然の空気、あの空とか、雲のそういう、わあとしたかり出すには。手が道具です。これでいろいろ、刷毛目の香り、ぴょうこう。<laughs> いろんなやり方があるんですよ。ここで。手、皆、手、刷毛って出てない。爪も、これも、伸ばしたの爪も、これ皆道具。ほんで、親から頂いた十本の指を、うまいこと、皆使えられるように。作ると、なんとか、その。歪ん <laughs> だっても、死がわたるちゅうかな。 料亭向けの和食器にターゲットを絞り、土や釉薬を研究して独自性を出す小川健三の強みはそこにある。まあ和紙の感性っていうかな、まあ和紙は天才的だよね、ええ。もうあまり持ったものを持ってありますわ。この、ええ、物に対しては、もうこれはもうこれはもうね、もう泣けてくことがありますもん。物を見て。 なななかなか、ね、これはもうできないできいすよね長谷川さんこちらがお父さんの賢三さんの作品でこちらが息子さん紀一さんの作品なんですけどちょっと親子でも感じが違違いいまますすよねねそう、聞くところによりますと賢三さんの方はあのちょっと女性ファンが多くてですね紀一さんは男性ファンの方が多いということも聞いてますけどもそうですか、はい、面白いですね親子でね。 あのこうやって我々も器を持ってみると持つとですね何か伝わってくるものがあるなって私思うんですよね。うん、そうですよノリカ一さんのインタビューを見ていた時にカ一さんが器を持ったその時からこう表情がすすごくく柔らかくなるんですよねやっぱりこれはすごいことだと思いました。リカ一さんはですね建造ブランドを継承する一方で新たなブランド作りをしようとしてるんですね。 それには理由がありました。消費低迷や中国からの安い輸入品、建築事業の減少などにより、しがらき焼きの生産額は1992年の最盛期の5分の1になった。あれこれもう20年経ちまして、ほらもうね業界もふ下けてきました5分の1ね。まあうちでもほら3分の1下がってますとはうはっ,って、ええ。まあそういった中で新しい展開をしていく。これこそが一番またね難しいところでね。 新しい展開とは新たなブランドではないんですけど、まあ、私の、まあ、乗り数ブランドといいましょうか、まあ、そういうものを新たに立ち上げて、まあ、イメージをまた一新するには建造逃亡の、まあ、おやじの名前がありますから、まあ、それとは別のブランドという形で小川建造逃亡は今年度の滋賀新事業応援ファンド助成金に採択されて和モダンテイストの食器を開発している。今の時代に応じた 若い人でも提案できる、まあ、そういった、あのーまあ、カジュアル普段の生活とはちょっともう一つ上のというんでしょうかあの一方、あのーまあ、そういった記念日とか、えー、晴れ用の器というんでしょうか、あのー、そういう特別な日に使っていただけるちょっとみんなでちょ,ちょっと贅沢たしようかという、まあ、そういう時に使っていただくような器をねちょっと開発したいなと思いまして。 形と色ですよ要は,形形はまずそのまあ簡単に言えば洋食器的なね寸法のもうシンプルなプレートお皿ねもうその辺のもうアイテムに限られますと四角いプレートとか皿とか洋食器のサイズですよねバーじゃなくてで色合いについてはあのも,うもうこれはね非常にこれうちの技術とい、まあ、釉薬を駆使してちょっとモダンあのカジュアルな感じでね

挑戦するることに意義があるもう何でも売れませんのでね今は手作りであっても売れませんので安ければ売れるっていうものでもないしだから本当の技術を持った人があのそのはっきりとしたターゲットにあったものを提供していけるかどうかで流通は非常に厳しいですから自らが発信している力があるかどうか皆さんあのここの作りさんもあ発信 されている方も増えてきましたし、ええ、もうあのジムラでね売りに行ってね、ええ、もうそんなここに出てはしげら県に出てはなんの発信もできません。来てくれるお客さんもそんで、ね、本当にそんなあのもう少ない弾もねですので、ですからあ作り手が出ていかないとおおこれからの時代はあの負けてしまいますね。うん、負けるというかあの。ええ やっぱり滋賀県の地場産業自体でもね。ブランド構築で大事なことって何ですかね。やっぱりこだわりを持つことですね。はい。あの大企業は大きなところを狙いますけども、やっぱり中小さんは。小さなところをしっかり狙って、そこに受け入れられるものをしっかり作っていく。それが大事なことだと思います。長谷川さんはあの村田製作所でですね。はい、え、もう最前線で開発をされていましたけれども。はい、何にこだわってされてたんですか。 商品開発をやるときにお客さんが要求する性能がいくつかありますその中で一番大事なものは何だということを突き止めることそしてその大事なものについては絶対に他社に負けないことそこを負けてしまうと実は製造ラインに流せないそうすると工場が困ってしまうということになりますのでそこはすごく大事なところですまさに生命線ですね、はい、長谷川さん今日はですね、はい、素晴らしい小川さんとこの器がありますのでそうですねはい ちょっとこれで食べていただこうと思いましてお茶漬け用意させていただいたんですよこちらお茶漬けですかお湯を注ぎますよはい。なんと西友のうなぎ茶漬けでございます西友さんのうなぎ茶漬けですか、はい、そうですよ私食べたかったんです <laughs> もう夏ですからね,ねスタミナをつけないといけませんので、はい、はい。では いた,いただきますうん器も中身も最高ですねおいしいですねあ、ね、<っ>忘れてましたここで一旦コマーシャルです夏はうなぎですねおいしいおい <laughs> しい本当においしい滋賀 経済ここで今週のニュースです大学生などを対象に年齢の近い若手社員が会社の紹介をする県内企業合同の説明会が草津市で開かれましたこの説明会は滋賀県や滋賀県中小企業団体中央会などが初めて開いたもので県内各地から47社が参加しました 獣害対策によって駆除された鹿肉を有効活用したレトルトカレーの販売が滋賀県内12店舗のカレーハウスココ一番屋で始まり運営会社のアドバンスの担当者が三日月知事に完成を報告しましたアドバンスは2010年から鹿カレーの販売を始め1月平均1500食を提供しています レトルトルカレーは滋賀県産の鹿肉を調味料で臭みを抜きながらもジビエらしさは残して煮込んだもので年末までに2200個の販売を目指しているということです経営の刷新を理由に前の社長が3月に解任され元の社長が再登板した第3セクター黒壁の取締役会が開かれ今の社長の留任が決まりました 株主総会の後に開かれた黒壁の会見前の社長が解任された後に再登板した高橋正幸社長は適任者がいれば社長を譲りたいとの考えを示していましたが株主総会では役員のほぼ全員が留任となりその後の取締役会で高橋社長の留任が正式に決まりました考えてるんですけどもなかなかその やってもらしからんというようよな状態でして高橋社長はこう述べた一方で来年には社内からの役員登用も視野に入れているとしました一方黒壁の昨年度の決算はガラス工芸品の販売好調などで売上高はおよそ6億5500万円と前年をやや上回りましたが前社長のもとオープンし 5月に閉店したレストランの経営不振などで営業利益はおよそ6500万円の赤字となりましたしかし今年度は赤字の3分の2を占めていたレストラン関連の費用がなくなることから売上高は前年よりやや多い6億7500万円営業利益は800万円程度の黒字を目指していくということです 長谷川さん、最近琵琶湖には行かれましたか私は湖岸に住んでいるので、はい、しょっちゅう湖岸を歩いてます私は夏ですので琵琶湖場に出てきました城ですかはい、いご覧いただきましょう。こちら盛山のこの浜漁港なんですが地元の早野小学校4年生およそ160人が授業のために訪れたんですねあの盛山漁協にですね協力を得て毎年授業を行っているんです ももっともっととととを身近に感じてくれるということそれから森山の漁業協同組合の方たちの協力を得ますので近くに漁港があるということそこで働いていらっしゃる皆さんの働きぶりや生活に触れることを通して琵琶湖にそして琵琶湖の自然それから産業について考えて感じてくれることを狙いにしています。 琵琶湖の環境を考えたり地場産業の漁業について勉強しようということなんですね。早速あの沖合に出ましてですね、えー、こちらがですね組合長の遠藤さんなんですね子どもたちにあの襟まで連れて行ってくれてですね漁業のこのいろんな仕組みですとかあるいは漁師さんのお仕事について説明をしてくださいましたあのなかなかこう襟をです、ね、間近で見るってことをないです。ね,ねえ 私もこんな間近で見させていただいたのは初めてで非常に大きかったですしです、えー、今どういう魚が取れますあるいはですねどういった仕掛けかっていうのをですね非常に細かく教えてくださいました、うん、今ちょうどですねあディはアユを狙ってるんですけどちょっとこのね、えー、森山漁協のディというのはですねアユがなかなか苦戦をしておりましてそういう厳しいですね漁師の現状なんかもお分かりやすく説明されてましたですよ。 ねあの襟が主流なんですけども、その襟の方がもう、全く話にならならい状態で、はい、原因というのは、どんなことが考えられるんですかまあ原因、いろいろあると思うんですけど、まずあの魚は水に掘るもンで、ね、水、その水環境、原因はそこらんと思うんですけどね。森山漁漁協の漁師の師皆さん 厳しい環境の中でも、こうやって頑張っていらっしゃるんですけど、地場産業ですのでね。そうですね。はい、もっともっとこう、雇用に親しんで、はい、そういったとこから理解を深めていきたいですね。そうですね。はい。さて、次回は本橋プロボクシングジムです。今年3月、山科にジムをオープンしたんですけど。はい。この本橋さんは、もっとプロボクサーなんですね。ボクシングですか。そうなんですよ。水回りの修理点検の会社を経営されているんですけど、子供への代替わりをきっかけに。 挑戦を始めたんですね。ボクシングされたことありますか。えー、ボクシングありません私初めて体験したんですけど面白かったんですよこれが。面白かったんです。最近は女性の方もね、えー、あの多いと聞いておりまして。あそうですか。はい、えー。今週のオブザーバーは長谷川さんにお願いいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。しが経済なう次回もどうぞお楽しみに。